それでは、前列、産経新聞杉本さん。緊急事態条項を、設けるための憲法改正と感染症対策についてお伺いいたします。総理はこの前5月3日の集会で、緊急事態条項について極めて、重い大切な課題であるというふうに発言をされました。でさらにその、新型コロナウイルスの対策で、国民の関心も高まっているという発言をされましたと、したと思いますけれども、現行憲法国家においても政府は国民の私権を制限するような、感染対策というものも行っていると思います。で、緊急事態条項がなければ取れないような対策、感染症対策、具体的に言うとどういったものを念頭に置かれていますでしょうか。これ憲法改正につながるわけでありますけども、具体的内容については内閣総理大臣として立場の記者会見しますので、緊急事態に対応する規定というのは今参議院の緊急集会しかこれないわけでありますので、現実のこのコロナ対策を行っている中でですね、このまん延防止コロナの感染が拡大する中で、海外の国を見ると強制的な執行試験制限がない中でできるということもあります。そういう中でやはりこの緊急事態に備える中で、やはり緊急、このコロナ禍に中で備える中でですね、やはり緊急事態の国民の皆さんは関心は高まっているだろうというふうに思っています。政府として例えばこのワクチンの治験についても非常に国内治験というものもこれ求められています。どうしても3ヶ月ぐらいはかかってしまいますので、なかなか接種も遅れてしまうとか、いろんな問題が今回のことでですね、浮き彫りになったというふうに思っています。特にこの感染症ということを考えたときに、落ち着いたらそうしたことを検証して対策を考える必要がある、こういうふうに思っていますということです。はい、それでは奥のラジオフランス西村さん、どうぞ。ラジオフランス西村です。よろしくお願いします。また東京五輪について、質問させていただきます。東京五輪のためにアスリート以外にも数万人の外国人関係者が来日する予定です。彼らの一部はアスリートと違ってさまざまなホテルで滞在し、一般人と接触します。海外報道陣はいろいろな、取材するつもりです。政府はいくら、厳しいルールを考えても非現実的なルールなら、意味がなくなり、当然さまざまな問題が出てきます。数万人の行動を監視するのは物理的に可能でしょうか。東京開催にあたってはやはり選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じて国民の命と暮らしを守っていく、そういう中で、ファイザー社から選手に対してはワクチンの提供があって、それは当然接種されてこれ選手についてはそうだと思います。それで選手は大会関係者と一般の国民がこれ交わらないように滞在先や移動手段、ここは想定をします、設定をします。ですから、で選手は毎日検査を行うなど厳格的な感染対策をこれしっかり行います。こうした対策を徹底をすることによって、まず選手とこの日本国民の命健康はしっかり守ることが、ここは確立しますので、できるというふうに思っています。ですからそれ以外の方は様々な制約がある、水際も含めてありますので、そこは安全対策を徹底をしていきたいというふうに思っています。